ネマンションをご覧の皆さん、こんにちは。俳優の越山慶達です。僕が主演を務めた映画僕のお日様が9月6日より公開となります。皆さんぜひ劇場でご覧ください。どうも映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。どうも映画バカ芸人あんこです。パニパニュー。はい、シネマーションとは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございます。はい、ということで、お次に主演はお先にシネマとは、一足先に私たちが試写会に行かせていただき、ネタバレなしで感想を言っていくというコーナーでございます。はい、今回試写で見た映画は僕のお日様。うん、きつ音を持つホッケー少年のタクヤ。うん、フィギュアスケートを学ぶ少女さくら。さくらちゃん、元フィギュアスケート選手でさくらのコーチ荒川。はい、この3人の視点で紡がれる物語となっています。うん、早速ネタバレなしなのしていきたいと思います。おい、見てるとき超寒そうなのに、なんかあったかいようなお話で、もうだって後ろに各カットがさ、うん、書いてあるんだけど、うん、ほんとこういう綺麗なね、絵がずっと続くタイプの映画だもんね。なんか色味もちょっと変えてるっていうのか、うんうん、一つ一つのシーンがなんか古典開けるぐらいのね、ポストカードポストカードとか、うん、全部スクショしても絵になるような、うん、マジでそれぐらいのレベル、うん、そんぐらい綺麗な描写と、うん、綺麗な銀色の雪景色の中で、うん、淡々とね、3人の一人一人の感情というかお話が繰り広げられていくって話なんですけど、元フィギュアスケートなんで今コーチしてこんな田舎にいるのかっていうこの心情とかがどんどん垣間見えてくるんですけど、そこがねちょっとムズムズムズかゆーいし、言葉で出さない描写ってあるじゃん。ここで打ち解けたんだって、こないだ勉強したじゃないですか、シネマーションで。焚き火を囲むという、三宅龍斗さんのね、はい、そう、焚き火を囲む描写、私特にそこが好きだったんですけど、この3人でフィギュアスケートちょっと頑張ろうぜの遠足兼ねた練習みたいな、すごい、あ、ここ一生見てられるなみたいな、うんうん、映画というより一つのアート作品見てるような感覚になりましたね。こういう映画ってさ、こういう展開がどうの熱いみたいな映画ではないじゃん、うんうん、まあそれこそ殺人鬼とか出てきませんからね。そうそう、なんか、うん、雪一面にちびしい雪がプチャってなるのかなと思ったけど、うん、誘拐されちゃうのかなとかね。あとスケートリンクこう掃除してる機械に巻き込まれてグル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 ってなる夢を見て、それを回避する映画かなとか思ったんですけど、うん、いやこれを見てどう思ったんだどっから感じたんだこれ、何が僕で何が奥様だ、何がそうだよ、ね、むちゃくちゃいい映画だなと、うん、多幸感がすごいある、うん、映画でもあって、舞台が雪国なのになんでこんな温かみが感じれる絵を撮れるんだろうっていうぐらい、うん、例えばこのねフィギュアスケート始めてみようかなって、うん、その初めて見たものはいいもののだんだんこう打ち込んでいく姿とか、うん、でそれを支える池松くんのコーチ、うん、この関係性の温かさとかがモヤモヤをこう晴らしてくれるような、うん、寒いなと思うシーンあんまないもんね。ないもんね、うん、そこがね、なんか絵作りっていうのがすっごい、またこれ見るだけでも全然すごいなんか多幸感がある、うんうん、とにかくもう見ててこんな、なんだろう、優しい気持ちになれる映画ってそうないなと、うん、思ってですね、オンライン試写で深夜見て、見たら眠るかもと思ったんですけど、うんうん、ギンギンに見て、お目がね、目が、うん、目が冴えちゃったと、 それぐらいもうやめようよそういうの。何がいいじゃん言わなくて。いやいやいや、誤解ずつどういう意味かなって思う人もいるから。夜中にギンギンで見たの。そうやってちょっと表現が、こうやって僕の表現がちょっと、ね、人もいるからね。やめて、温かく包み込んでよ、うん。冷めちゃったってことでしょ、目がね。もう目が覚めるぐらい、なんかね、ほんわかしてるんだけど、見ちゃうっていう、すごいね、マジックがかかる、わかるよ、映画だったなーっていうのがあって、あとはやっぱ、エンディング曲が、すごいこの映画とリンクする。書き下ろしたのかなっていうぐらいぴったりだね。ぴったりすぎる。だったね。そう、映画でしたね。あとはこの、なんだろうなぁ。いや、時が落ちた。やばい、やばい。再生不良かと思っちゃうから、見てる人が。あれごめん、電波悪くなっちゃったのかなって誤解しちゃうから、ちょっと思い出したらほっこりしちゃって、目ギンギンにした方がいいよ。おい、やめろよ、いじるなよ、もうギンギンは。
久々にだからこういうこう映画をね、うん、こうパッと見た時にいい映画なんですよ、とっても、うん、めちゃめちゃいい。でもこうどういういいなんだろうみたいな、やっぱさ、うん、こう言語化ってすごく難しいものだなって本当にこう映画見ると思って、で僕たまたまそのちょっともう一回見ようかなみたいな、二回目見た時に二回目がすごい僕よくて、なんかその一回目なんとなくいいなって思ってたことが二回目見ると結構くっきり分かってくるというか感じがしたんですね。それ何かっていうと、話が人工的な感じが一切しない、あ、そうだね、感じがすごいしたなと。キャラクターの、キャラクター設定だけまずカチッと決めて、うん、雪が降る雪国っていうところを舞台にして、そのキャラクターを野に放つというか、うん、したらどうなるってなったかのような脚本なんですよね、うん、話が、ね、定点カメラでずっと撮ってますみたいな感じの映画なんだよね、うん、だから覗いてるって感じ、そうそう、だからこっちに変にこう説明的じゃなくて、ただただキャラクターをしっかり作り込んでそれを映してるっていうことがすごくうまーって思わされるし、そのタクヤがさくらちゃんをこう見てスケートをさ始めようかなってこう憧れてるシーンで池松壮亮くんも出てくるんだけど、誰がどこを見てるかとか見てると、うん、あ、なるほど、今この人はこう思ってるんだとか、すごいあの分かりやすいんだよね。演技もみんなまあ自然だし、池松壮亮さん、記憶に新しいのがやっぱりちょっと新仮面ライダーで僕止まっちゃってて、はい、でこう久々に見た時に池松さんをね、うん、うわ、なんかコーチの役うんまみたいな、池松さんの演技そのものじゃ、うん、そう、そうそう、池松さんってこうだよねって思う、本来の新池松壮亮なんだね、これがね、あのうちらが見たかった、そうそうそう、あと僕やっぱりグッときたのが、その池松さんがフタッグをね組ませてスケートをこう訓練させてる理由をこう、うん、さらっとこう自宅でこう言うところとか、うん、なるほどってちょっとこう思ってしまう、うならされるような展開とかすごい僕はグッとくるなっていうところがあったんですよ。だからあのめっちゃ泣かされたとかめっちゃ怖かったとか極度な感想が出るタイプの映画じゃないんだけど、あのあんこさんも言った通りどのカット見ても美しいし、なんか温まるような気持ちにもなるし、それでいて、あ、もうなんかこの人たち多分今もどこかで生きてんだろうなとかちょっと思える、うん、静かな幸せがあって、ああやっぱこういう映画が映画館でかかってるっていうか、やるってことが自体がやっぱりその映画の幅の広さを担保するためにやっぱ絶対必要だし、誰かが死んじゃったとかミステリーとか人殺しがとかって映画じゃだけじゃやっぱりダメだよなって、うん、身に染みて思うような素晴らしい映画でしたね。お日様、そんな映画じゃない、何にアクセス、トリプルアクセス、トリプルアクセスって3回同時に何かにアクセルね、ちょっと噛んじゃいました、はい、噛んだの間違ってただけだよ。